皆さんこんにちは、スタイリストの三好凛香です。冬ってニットとかコートとか着たりするので、全体的にコーディネートが重くなったりとか、なんかもっさりしちゃったりとか、そういう風になりがちですよね。あとコートを着るっていう意味でも、中のインナーのねコーディネートがいつも同じワンパターンになってしまったりとか、そういう風に感じることはないでしょうか。本日はそういったなんか垢抜けないとかやぼったいなと思った時に解消するポイント、色合わせの法則についてお伝えしてまいります。洗練された雰囲気の鍵っていうのは、実はですね、大人の場合配色、コーディネートの配色だったりするんですよね。本日の動画を最後まで見ていただけると、大人が上品で綺麗で洗練された印象になるための配色の法則、それが分かるようになります。コーディネート事例なんかもご説明しながら解説してまいります。よろしければぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。私は普段はですね、このような感じで一般個人、オイルさんですとかキャリア女性、それから専門家、フリーランスの方々に向けてのファッションのアドバイスとかショッピングの動向を行っております。またビジネスカジュアルとかスーツの企業研修なんかも受けてもらっております。こちらの凛香チャンネルでは、40代以上の大人の働く女性が今の自分がもっと好きになっていただけるように、ファッションをセンスではなくて論理的に分かりやすく解説するチャンネルです。ぜひチャンネル登録をお願いできると嬉しいです。では洗練されて見える配色のポイント、そちらからお伝えしてまいります。洗練された印象にするには色が重要。この部分をまずご説明したいと思います。それではまずこちらのコーデをご覧ください。こちらの方はそんなに悪くないコーデだとは思いますが、洗練されて見えるっていうとそうでもないと思います。こちらのコーディネート、まず色数が6色あります。グレーのコート、そしてベージュのマフラー、そして赤のニット、ネイビーのパンツ、白のブーツ、そしてヒョウ柄のバッグ。こんな感じで、まあ柄も一つ入ってますけれども、6つの要素が入ってますよね。こういうふうにたくさんの色の要素が入ってしまうと、洋服自体がシンプルでも色数が多ければ多いほど、かなりカジュアルな感じの印象になってしまうんですね。もちろんですね、そういった色数が多い感じ、そういう雰囲気もお似合いになる方もいらっしゃるんですけれども、すっきりと見えた感じだと色数を少なくすればするほど雰囲気がフォーマルになったりとか、全体的に洗練された感じ、そういう風になるんですね。では同じコートでこちらのコーデをご覧ください。こちらは同じグレーのコートなんですけれども、色数が圧倒的に少ないのが分かりますよね。まあ、グレーのコートを基本にグレージュですとかオフホワイトみたいなものを重ねた感じで、大きく言うとグレーと白がメインになっていると思うんですね。このぐらい色数が少ないと全体がすっきり見えて、少しおしゃれ感がプラスになりますよね。例えばですね、これは大人のファッション雑誌でもよく使っているテクニックなんですね。このような感じで大人向けのファッション雑誌っていうと結構色数が少ない、そういうコーディネートが雑誌の表紙を飾られていったりします。全体的に、まあ、大体2色ですとか、それから同系色、そういうのが多くなっていて、そういうコーディネートほど品が良くて、それから洗練された感じの雰囲気が醸し出すことができるんですね。そんな少ない色数の配色コーディネート、そのポイントが2つあります。まずですね、一つは同系色もしくはワンカラーの配色っていうことです。同系色っていうのはグレーだけだったりとか、グレーとその濃淡だったりとか、そういうもの、もしくはワンカラー配色、ネイビーだけとか黒だけとか白だけみたいな、そういうものです。そして2つ目が2色配色です。2色配色でもただトップスとボトムを2色にするんじゃなくて、ちょっとスタイルアップを考えた感じのコーディネート方法ができます。その同系色配色と2色配色、両方の配色を実際にコートを使ったコーディネートをしながら解説してまいります。
まず同系色配色の一つ目をご紹介します。こちらのグレーのコートに、そしてグレージュとかオフホワイトを重ねたニュアンスのあるコーディネートです。こういうふうに微妙な色合いのものを重ねるとコーディネートが難しいかなと思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今はこういう微妙な色の差っていうのはかえってニュアンスになりますので、そういうコーディネートもぜひちょっとチャレンジしてみていただけたらなと思います。こちらはコートのグレーと、そしてグレージュのタートル、オフホワイトのベスト、それからオフホワイトのパンツ、そしてバッグと靴はさらに明るいオフホワイトみたいな感じでコーディネートして、全体に色数としてはグレーと白、オフホワイトですね、その2色配色になっていますが、ちょっとずつ段階を明るくしていくっていう同系色にしてあります。この色とかトーンを、明るさを少しずつ変化させることで平坦なコーディネートではなくてちょっと変化があるコーデになっていると思います。こういうコーディネートでバッグとか靴、それをですね、黒ですとか、それからブラウンですとかキャメルなんか、ちょっとアクセントの強いような色を組み合わせるっていうやり方もあります。そういうやり方をやった場合、かなりコントラストがはっきり効くので、シャープな感じの印象、そういうのになります。お顔立ちがはっきりされている方とか、シャープでクールな感じを出したい方は、そういうコーディネートもありです。それでは同系色配色の2つ目をご紹介します。こちらのネイビーのワンカラーコーデです。こちらはコートもニットもパンツもお洋服は全部ネイビーに合わせています。この画像だとあまり分かりづらいんですけれども、近くに行くと実はニットの方は前がカノコ編みになっていて、後ろがケーブル編みになっている去年のプラス A のニットなんで、少し変化はあるんですけれども、全体的にはネイビーみたいな感じに見えてると思います。そんなネイビーのワンカラーなので、こちらはですね、白をアクセントにしてみました。ニットの中に白シャツを入れて、襟元とそれから手首のところから白を出しています。もちろんですね、これは私がニットが長めでシャツがそんなに長くないものを合わせてるんで、ニットの裾から白を出してませんが、もう少し長めのシャツを合わせたりとか、ニットが短めのものを合わせて、裾からニットの裾から白のシャツを裾を覗かせるっていうのもありだと思います。さらに明るくするためにバッグを白でまとめています。全体的に少しメリハリがつきながらもカジュアルな雰囲気のコーディネートになっていると思います。そして同系色配色の3つ目、それがですね、こちらのオフホワイトのワンカラーコーディネートです。オフホワイトって言ってもちょっとずつ素材感とか、それから色味が違うものを組み合わせています。ポイントはですね、色味が違うっていうのだけじゃなくって、何よりもこういうふうにワンカラーコーディをするときには素材感の違いを出すのがおすすめです。このコーディネートの場合、ニットのふんわりした感じと、それからウールコートの感じとか、それもちょっと雰囲気が違います。それとともに一番最もポイントになっているのがレースのスカート、こちらですよね。レースのスカートに、あとレザーの靴とバッグみたいな感じで、素材感が少しずつ違っていて、レースのスカートの占める割合が大きいので、かなり変化が強く出てまいります。これはオフホワイトでやりましたけれども、あとベージュ一色でやっても素敵だと思いますし、グレー一色でやっていただいてもとっても素敵だと思います。しかしながらですね、鮮やかな色とか主張の強い色はあんまりお勧めしません。例えばね、ピンク一色でコーディネートした場合、まあ、確かに私の若い頃、20代の頃、そういうピンク一色のコーデのアパレルブランドで同僚がいましたけど、やっぱりちょっと20代でも厳しかったんで、私たち大人世代だとやっぱりピンク、オレンジ、グリーンみたいな感じで全身をまとめるっていうのはちょっと厳しいと思いますので、その点はベーシックカラー、もしくは柔らかい感じの明るい色、そちらでまとめていただくと品よく洗練された感じにまとまると思います。それでは2色配色のスタイルアップコーディネート、そちらを5つご紹介してまいります。ポイントはですね、アイラインを作るっていうことなんですね。
2色配色っていうとトップスとボトムを色を変えるだけでも2色配色なんですが、コートを使う場合コートの色とそれからインナーとボトムの色、それを同色にしてコートとの2色配色にすると縦長のねアイラインができるじゃないですか。特にロングコートの場合開けた時にアイラインできますよね。そういう感じでやっていただくと、こう体のラインがまっすぐ縦長に通って縦に長く見えてスタイルアップするのでおすすめなんですね。まずこちらのコーディネートは白いコートにネイビーのニット、そしてワイドストレートのパンツを合わせたネイビーと白の2色配色になっています。こちらはですね、よりコントラストを効かせるために白のコートを合わせていますが、例えばこれでもう少し色が中間色、グレーだったりとか、それからキャメルだったりとか、そういうのでやっていただいても結構素敵かなと思います。そしてこちらの方は全体的にもっとより縦長にするんだったら靴もボトムと同色にするのがおすすめなんですけれども、私は全体的に明るさを持たせたかったので、こちらは白のブーツと白のバッグを組み合わせて重くならないような明るい色の分量を多くして軽い感じの雰囲気にしてみました。そして2つ目の配色が白とグレーの配色になっています。こちらはトップスとボトムと小物、それを全部グレーにして、そして先ほどと同じ白いコートを合わせました。これはですね、インナーの方は素材ニットとそれからウールのフランネルのボトムパンツになっているので、そんなにふわふわした感じの素材、同じような近い素材感なので、あえてニットの中にシャツを入れています。それで首元のところとか、それからニットの裾からシャツのパリッと感じした感じの白をのぞかせることでアクセントにしているっていう雰囲気です。ですので冬の場合ですね、こんな感じでニットだったりとかベストだったりとかだと重ね着ってできますよね。で寒い時にそういうのも上手に活用していただいて、色にコントラストをつけたりとか少し変化をつけたりとか、そういう風にするのもおすすめです。そして3つ目のコーディネート、こちらはグレーと黒の2色配色です。インナーとスカートとブーツ、小物は全部黒にしてあります。ただしインナーのトップスの方のそのこの間のビシチェですね、マメさんのビシチェの中に着ている、上に着ているブラウスは黒に白の水玉が入ってるんで、少し全体的に真っ黒じゃなくて変化を持たせた感じのコーディネートです。この水玉のブラウスに変化を持たせるのと、あとですね、ロングネックレス、こちらで縦長のラインをできるだけ出すようにしています。このロングネックレス自体の色はグレーにして、その上に着てるコートとリンクさせています。もちろんですね、水玉の白に合わせて白のロングネックレスをするのもいいと思います。そしてスカートとブーツ、それは黒で合わせて、こうウエストのね、このバストから下は全部色を黒でつなげています。このような感じでちょっと変化のあるインナーをプラスするっていうのもありですが、土台の色を一緒にすることで全体的な縦長ラインっていうのは壊れずにコーディネートができると思います。では今まではロング丈のコートで縦長のラインとかアイラインを作っていましたけれども、ハーフ丈、ショート丈だったらどんな感じになるかっていうのをご紹介したいと思います。まずこちらのコーディネートです。こちらはハーフ丈のダウン、黒のダウンですね、こちらに、そしてインナーは白のタートルとホワイトデニムの方を合わせたコーディネートです。靴もバッグもオフホワイトに合わせています。こういうコーデを作る時のポイントとして、やっぱりハーフ丈で途中で羽織物は視線がどうしても切れてしまうので、いかにウエストから下ボトムにかけて視線を途中で切らないで長くウエストからそれから裾までこういう縦長のラインを作るかっていうのがポイントなので、色合わせとかそれからシルエットがポイントになってくるんですね。ですのでこちらのパンツなんですけれども、パンツに関してはできればフルレングスがおすすめです。
フルレングスっていうのは足首が隠れる下まであるものです。よくですね、ワイドパンツで途中でプチッと切れて足首が見れるような感じのワイドパンツ、見た目が軽く見えるとか小柄さんにはいいとかっていう形でちょっと前結構流行ってたんですけれども、そういった足元が足首が見えるようなワイドパンツとかは視線がどうしてもずっと来てプチってそこで切れちゃうんですよね。シルエット的にも視線がどうしても切れるんで、できればですね、やっぱり下まであるもの、そしてラインを綺麗にシルエットを揃えたいんだったらワイドストレートですとかワイドパンツで縦長に揃えてしまうことをお勧めします。あともう一つのポイントは、今まではボトムとそれから靴、その色をその色合いのね、色合わせの範疇の中で違うものを合わせたりはしてたんですけれども、こういうハーフ丈のものに関してはボトムの色と靴の色を揃えて、これも視線を長く縦に見せることをお勧めします。ブーツでなくて同じ白系のスニーカーでも全然同じようなコーデは可能なので、高いヒールを履かなくても大丈夫ですから、色を合わせる、そういう工夫をしていただければいいかなと思います。そして5つ目はショート丈のコート、それで2色配色にしてみました。まあ、厳密に言うと2色プラス白みたいな感じになっちゃうんですけれども、こちらのネイビーのイネスのショートコートですね、こちらにグレージュのニットとそれからグレージュのスカート、これは巻き丈のスカートになっています。あとオフホワイトのバッグと靴を合わせています。ですので2色っていうよりも2色プラスオフホワイトみたいな感じになっています。スカートも先ほど同様ですね、このように長めのものがおすすめです。もし長め丈でなくて身漏れ丈ぐらい、ふくらはぎのところぐらいで切れてしまうようなスカートをお合わせになる場合は、足元、それはスカートの色に合わせたロングブーツがおすすめです。ですので逆転してロングブーツが黒なんかですと、トップスは明るい色のショートコートで、インナーのニットとかそういうトップスとそれからスカートを黒とかにして、両方黒っぽい感じでブーツまでつなげてお召しいただけると、この2色配色のスタイルアップ効果が、縦長のラインが崩されずに着ることができると思います。私はですね、やっぱりこうちょっとグレージュの靴を持ってなかったので、今回はオフホワイトで合わせましたが、このような感じでロング丈のスカートとかロングボトムの場合は似たような色でもそんなに視線は遮らないですよね。ですので色が近いものを合わせるっていうのが、こういう短め丈の羽織物の場合、縦長のラインを作るときにポイントになります。はい、いかがだったでしょうか。なんか垢抜けないなと思った時に洗練した印象に見せたい、そういう風にするための大人のコーデの色合わせの方法について今日はご紹介してまいりました。まとめますと、まず一つ目が同系色やワンカラーでまとめる、それはできればベーシックカラーを使うっていうことです。そして二つ目が2色配色でスタイルアップを意識したアイラインのコーディネートを作る、こちらは縦長のラインとかシルエットを作ることで、より2色配色が洗練された感じの印象にまとまります。私自身がブルベになってしまうので、どうしてもグレーとかネイビーのコーディネートの事例になってしまうんですけれども、こちらはベージュでやっていただいてもすごく素敵だと思いますし、ブラウンなんかも大人の深みのある雰囲気になると思います。あとキャメルなんかでも高級感のある雰囲気にできると思います。ですのでイベの方でもご自身の持ってるお色をこういうふうにちょっと組み合わせてみて、ぜひぜひチャレンジしてみていただければ幸いです。本日も最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。またすぐ次の動画で来週お会いしたいと思います。どうもありがとうございました。